これから、ドアカーテシーランプを交換したいと思います。これですね。まずバッテリーを一応念のために、外します。バッテリーの端子、マイナス端子を外しました。これがそのカーテシーランプですね。これをこちらのものに交換したいと思います。それではまず、純正のカーテシーランプを外すのですが、この後ろの部分をこういう道具でこねると外れます。簡単に外れます。で、中から、中を出したら配線があるんですが、この、球ごとこの状態で外しまして、球を抜きます。こういう状態ですね。で、こちらに新しいものを取り付けていきます。これはちゃんと配線を加工してくれてて、もう、ソケットにはめるだけになっておりますんで楽ちんです。このようにソケットにはめまして、あとは元のように押し込んでパチッと入れるだけです。これで完成です。早くも完成です。それでは点灯してみたいと思います。それではドアを開けてみます。このように、光っておりますね。で、まだ日中明るいんですが、このようにうっすらと、ついてます。こうドアを開け閉めすると動いておりますね。また夜試してみたいと思います。それではドアを開けてみましょう。Thank you.